三遊亭違う。仕事を受けてくれるバカに
ちょっと。園長さん、優しいメスやなんかいないよ。一人で入ったな。よし、入ったな。うん。よし。よし。よし。いや、ちょっと待ってください。そんなにがっつり閉めないでください。私逃げませんから。ね。それに中で不安になるでしょ。何言ってんだよ。え？がっつり閉めなかったらな、お客さんが不安になるだろ。よしよしよし。じゃあな、虎が歩くのちょっとやってみろ。そうそう、虎が歩く。おい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 。トラッペンはな、日本足で歩かねえんだよ。両方足で歩くんだ。見たことない。しょうがない。じゃあいいよ。私がやりましょう。やるからね。見て覚えるんだよ。もう参考して申し訳ないけど、いいか。決まってるんだ、虎が歩くときってのはな。進みたい方向の逆の方向いてから進んだ。だからこんなもんやな。高校生になったら、どこに行ったらなんか師匠みたいな。いろいろありますけど。
ち着いていて、ですごく引き込まれて、で本当にあの会場の皆さんも、で、わーって、あーって、一緒にその世界に皆さんも入っていったみたいで、本当に良かったと思います。はい。なんかね、普通に喋ったら高校生なんですけど、通ってみるともう、だいぶ前からやってるのかもしれない感じがするんですけど、でもその落ち着きっていうのはやっぱり、普段から一生懸命練習して、その努力の賜物なんだなっていうのはすごくよくわかりました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。もう一度、お疲れ様のものですけど、大学よろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。ちゃんと、すぐ口調もなんかしっかりして、ザ・落語。